1月6日本日誕生日の兄弟たちよ、刮目せよ、あげますか。ねえ、おめでとうございます皆さん。久しぶりな気がするわ。バカ神うまっすよっ、お誕生日おめでとうございます。皆様にとって良い一年になることを心より願っております。おめでとう、ありがとうございます。ふーらい、考えなきゃならないことたくさんあると思うんだ。扉を見て見て見て、はい、かなり。どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。なんかしばらく休んで、久しぶりの収録だから、なんか、今日のこの収録日が、仕事始めみたいなね、そんな感じでございますけれども、実際収録してるのは1月4日でございますけれどもね、はい、よろしくお願いいたします。いやー、休みまくりました。本日は前回エリトラをなくしておりまして、取りに行こうかどうか悩んだんですが、今回まあエリトラなしでちょっと行きましょう。ショータ今日の場所、はい出た、おっさんの顔になってしまいました。今日はおっさんでいきたいと思います。イエイ、本ネタへ突入いたしましょう。本日は、はい、岩盤の上の岩盤村、まあ、正確な名前等はまだはっきり決まったわけではありませんが、岩盤村の方に向かってですね、岩盤の上に村を作る、家を作るにはどのような条件があるのかとか、まあ、敵を湧かないようにするためにはどうすればいいのかとか、そのあたりを考慮してね、ちょっとどんな建築ができるのかっていうところをですね、試してみたいなっていう感じでございますね。えもう多くはあるから、あと松の木材だったりと、この焼いちゃったかな、あるな、松の木材、白樺もいけそうな気がするね。え他なんか、まあこの辺とか磨かれた系とかね、まあちょっとある程度用意させてもらってですね、行きたいと思います。凝った建築はしないのですが、なるべく敵の湧かない村人が平和に過ごすことのできる、かつここはネザーなんですか的なノリになれるような建築をしたいと思っていて、現場に赴いてですね、あとは考えるだけっていう感じですかね。オッケー、見つけたぞ、あなただ。ちょっと待てよ、光ってるね、岩盤村です。ではGo! あー、来た、来る瞬間が見れるのもなかなか楽しい。考えなきゃならないことはたくさんあると思うんだよな。地面をどうするかっていうところなんだよね。ただ砂とか土とかを引くとですね、そこはガスとか湧いちゃうんですよ。ガストなんか湧いた日にはもう村人も全滅だし、作った家も全滅しちゃうでしょ。何でも潰すんだから、あいつ。なんていうかな、そのガスト、ゾンビピックマンは出てもいいと思うんですよ、最悪。でもガストだけは絶対出てもらうと困るじゃないですか。まあ、だからその辺のね、バランスはすごく大事だなということで、ピックマンは出てもいい場所、出ちゃダメな場所みたいなのがおそらく出てくると思うんですよ。全然動かない、あ、いってなので、そのあたりを注意してちょっとやっていこうかと思います。オッケー、いってらっしゃい、俺も後を追うぜ。今回はうまくいくといいのですが、同じぐらいの距離にいればこっちに戻ってくることもおそらくないので大丈夫でしょう。この間の検証で分かったことがあるんです。あ、そうだ、昨日の動画を見直していたんですが、やっぱりね、落ちたところが今から通る、まあ前回ちょっと綺麗にした場所なんですよ。ここで落ちましたね。見直しても全然原因が分からなかったので、本当にたまたまこう運悪く変になっちゃったんだと思うのです。はい、なのでやっぱりトロッコで降りたい時は本当に周りを見て、下にマグマがないところでやればいいのかなと思いました。おお、普通に行けた、よいしょ、 OK。 じゃあ4人目の村人さんとして頑張ってください。この人本当頑固だわ、全然押せない。
そういうもんなのかな。この鍛冶屋さんとか押しにくいとかそういうのあんのかな。めっちゃ押しにくいよ。超反抗的。村人さんになりなさい。新しい村人さんになりなさい。お、やっぱりカボニーはここに引っかかってんだな。で、他の二人はこう登ってて、よし、オッケー、やってまいりました。こちら岩盤の上でございます。ネザーの上ね。ここに、新たな村人たちの楽園を作るという、計画はついに始まるわけでございます。よろしくお願いいたします。ハーフブロックを引いてきゃその上にモブが湧かないのは分かってますが、普通にね、ガストが湧く条件っていうのがあって、あ、もうこれでガストの条件揃いました。俺が今ここにいるから湧かないですけど、ちょっと離れるとおそらくガストが湧くと思います。1,2,3,4、 高さ4の 5×5 のスペースがあるとガストが湧くっていうことらしいので、このスペースだと離れるとビッグマンが湧くはずなんですよ。これで高さ作ってあげると一発で湧いてきます。だからトラップ作るのには最適なわけですね。トラップを作るために私はこの岩盤の上に来たわけではありません。彼らがこのネザーでも村人たちが生活できるんだぞというところをですね、見せたい。そのために私やってまいりました。ちょっと待っててね、ノボロザク、新しい村人さん、うん、おもう登ってきてんじゃん。彼はもう気がつけば登ってるだろうね。カボニーだけは全然登らないわ。いつものことだけど、ちょっと一旦帰るから待ってて。はい、ただいま帰ってまいりました。あ、まだ登ってないね。登りないわ二人とも。水とかがあれば余裕で登らせることはできるんだけどね、水がないのでね。火炎耐性かけてマグマで、おお、上がってきた。どうもどうも、これは3人目の村人さんが今テンパっております。ここはどこだ、ここはどこだと今なっております。カボニーだけが冷静にあそこにずっといますね。お、落ち着いたか。大丈夫だ、ここは君の友達がこんなにもいる、心配するんじゃない。よし、で帰ってまいりました。これなんか今ね、エンダーチェストとね、スライムブロックがちょっとなかったんで取りに行ってたんですけど、もう一つここの、モブについての、モブの条件についてお話しさせていただくと、明るさレベルは全く関係ないです。なので松明や、照明での湧き潰しっていうことはできないんですよ。ネザーの湧き潰しはもうハーフブロックしかないというとこですね。あと、まあこの岩盤も敵が湧かないのでね、湧いてませんけど、はい、あ、まあガラスとか、まあ、湧かないね、ブロックを置くしかないというところがあります。まあ建築の都合上こういうのが床じゃちょっとねっていう話ですけどね。まあそれでもいいっちゃいいんでしょうけど、まあ、例えばね、木材を床にしたいなということがあると思います。ちょっと待ってね。まあ例えばこういう感じでね、床が作りたいとします。じゃあこの上でももうゾンビピックマン湧いちゃいます。でもこのスペースだとガストは湧かないので、これで OK だということになりますよね。で、あとは屋根とかに、階段やハーフブロックを使って装飾していけば、中にピックマンは湧くけれども、ピックマンは村人と敵対しませんので、それは、この岩盤村の特徴の一つとして捉えればいいのかもしれません。ただガストで出られるとちょっとまずいんですよね。その他、要塞があるところに行っちゃうと、もしかしたらブレイズとか出てきちゃう可能性もあるから、その辺も考慮しないといけないということで、結構条件が厳しかったりするんですよね。まあその辺も踏まえて建築していきましょう。まずは入り口がここでしょ。ここは広めのエントランスにするかということで、一旦ここのガラスは解除します。うん、こんなもんかな。5マスですね。5マスちょっと出してみました。ここを村人たちが集まるエントランスとして、で端っこの方には、はい、デザインを施していきます。ご覧ください、こんな感じでちょっと囲ってみました。この状態だとこの上にはピックマン湧きますよねって話なんだけど、まあ、ガストは絶対に湧く条件まだ整ってませんので問題ないんですよ。扉を真ん中3マスにするかな。でこっちサイドを扉にして、他はもう閉じちゃう。もう村人はもうここまで来たらしょうがなくあの扉の方に向かっていかないといけないような状況を作ればいいと思ってますね。はい、基本的な構造がこれでできたということになりますね。まだまだ彼らを解放するわけにはいきませんが、できれば今日は、はい、このエントランス内に彼らを解放するぐらいまでは行きたいと思っております。外枠に白樺を使ってみよう。うん、この内側と外側でコントラストをつける。なるべく建物自体は明るい方がいいかなと思って、ずーっとネザーなんで、はい、暗視もね、毎回毎回暗視かけられるほど
潤沢な資材があるわけでもないので、なるべく明るい建築をしたいと思ってます。もちろん照明も使いますよ。はい、ちょっとご覧くださいやせ。作ってみましたよ、変なやつ。楽しいよ、こういうの作ってる時が超楽しい。なんかありそうでしょ、デザインとして。まだまだまだこっからいろいろやっていきますけどね。行きましょう、どんどん作っていきたいと思います。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ、分かりづれえのができてしまったぞ。これは分かりづれえよな、多分ね。こいつダメなんじゃないかな、こいつが。ちょっと待ってね、もう湧いちゃってるでしょ、ほら。ピックマンもう全然湧いちゃってんすよ。村人を襲うわけじゃないから、このままでいいんですよ。はい、ちょっと手加えてみたぞ。うわー、なかなか難しいね。もう一個ずつ下にずらせばバランスを取れたのか。こういう模様を作るのは、下か、下か。で、この中の見た目もさ、これシーランタンちょっと雑に置きすぎてる感じするでしょ、こっちから見ると。でも本当は、本当はっていうか、デザイン的にはこのフェンスの後ろ全部シーランタンになってるんですよ。うん、それにお気づきいただけましたかね。合わせてはいるんですけど、で、全面、これ全部作って、屋根も作って一つの建物にして、下へ一つの建物にしていくつもりなんで、はい、まあこれが横面だと。じゃあやっぱりこっちも同じように作った方がいいよね。わけのわからない壁が反対側もできました。よし、あとは正面と背面を作っていきましょう。で、中のデザインもね、当然見直していきたいと思っております。どうしようかな。このね、両サイドはもうちょっと立体的に、作れればよかったと思ったので、このここはですね、ちょっと立体的に作るように工夫していきたいと思います。うわー、これもなくなってきてんのか。よっしゃー、ご覧ください、背面ですね。あと残念ながら材料が全然バランスよく使えてなくてですね。いや、ちょっと待って、もうちょっとだけやらして、もうちょっとだけ。うん、よくなった、よくなったね。ここにもつけてあげると、あ、いいね、いいね、すごい音鳴ってるけど、これでまたデザインのインパクトできたじゃないですか。ナイスじゃん。あ、いい、いい、いい、これもいい。いいね、まだマシだね、さっきの、この横の壁より。こっちよか、こっちよかマシだね。もう上下のバランスもくちゃくちゃになっちゃってるから、こっちは。ここはちゃんとバランス取れてるんですよね。手間かかってる割にそうおしゃれじゃねえな的なね、そんな雰囲気になってしまいましたが、はい、 OK。 それでは次はこっちの壁、岩盤の上を歩くのは違うよね。ってことはこれがまた床になってかなきゃならない、かつガス外に出てこられるとまずいから、まあ、これぐらいに押さえといて、はい、ここはここはあれを伸ばしていく、後ほど伸ばしていくとして、さっきこちらの壁作っちゃおう。これ正面、さっき見てもらった背面とはちょっと、まあ、作りは似てるんだけど、材料の関係でこの石の 石じゃない、この松の階段が追加されたぐらいのもんです。あとはそう変わってないです。多少ちょっとボリュームがちっちゃくはなってますが、まあ、入り口なので、ここが入り口でーすっつってね、で、入り口というか、まあ上がってきた村人たちがただこう一番初めに来る場所ってだけでですね、後ほどここを閉じて、あそこ村人さん解放しようと思っておりますので、それはですね、上の屋根を作ってからにしたいと思います。まずじゃあ上作ろうか。とんがりの屋根作るというよりは、なんかこう四角い箱みたいな、本当にそうだな、豆腐建築ですね、今回のタイトル。ちょっと進化した豆腐建築ね。はーい、できた。ちょっとぴったりにはならんかったけど、はい、ご覧ください。今回はかなりまとまりのない建築になってしまいましたね、全体的に。まとまりねえなー。ちょっと待ってね、またいろいろとやりたくなっちゃった、ちょっと待ってください。見て見て見て、はい、かなりまとまりが出た。うん、松の階段を並べることによって室内のまとまりがかなり出てまいりましたね。その代わり外に出ると
なんだこの豆腐建築はと。まあギリギリ成功ってとこっすかね。はい、では最後の仕上げです。今もうこれで村人さんはこっちから出れちゃうかってことで、これで大丈夫ですね。じゃあ解放しますね。よっしゃー、できました。村人さん今自由に羽ばたいております。はい、というわけでですね、なんとか完成にこぎつけることが、できました。ここがネザーだということを本当に忘れるぐらい集中して、作業に当たらせていただきました。できました。岩盤村は一つ目の建築ですね。はい、このような形になりました。いずれこの岩盤のパシリもですね、分子を作ってここでご祈願で終了ってことができるようにしたいとも思っております。ありがとうございました。今日の馬、お、スネオ到着。スネオ待っててね、センキュー。お疲れ様でございました。兄弟通信参りましょう。やっぱりカブリーも誰でもええで、優しいね。カブリーも連れてっちゃいましたけど、今日も反抗期で彼全然登れませんでしたけどね。ありがとうございます。今日のレイニーブルーモーで、水曜日のダウンタウンを思い出す。そうなんですよ、タイムリーにね、水曜日のダウンタウンでとあのクロちゃんのお話があったんですよね。お誕生日おめでとうございますということで、見つかるまではこの仮装でどうにかしのいでくれという優しい兄弟がいました。ありがとうございます。ダウンタウン本ネタ、これがいくつか続きます。収録が一番米見今ないんですけどね、明けましておめでとうということですね。たくさん送ってくださいました。ありがとう。年賀状みたいな感じだよね。どうもありがとうございます。明日の予定ではございますが、エリトラか。いやー、それを裏でやっといた方がいいか。なんか未定でよろしくお願いいたします。それではご祈願の方参りましょう。未定にしとくわ。もしかしたらエリトラ撮りに行ってるかもしんない、動画でね。でも収録会で撮りに行ければそれはないので、他のことやりたいこといっぱいあるんでね、そっちに時間を費やせるかもしれません。まあその辺はもう運次第ということで、よろしくお願いいたします。マグクラ兄弟、そして私を応援してくださる皆様の幸せ、明日の企画の成功を祈願いたしました。はい、アンマグロダイミョーちゃ。岩盤村が動き出しました。2017年の末頃から今までにかけて新しい村がいろいろと始動しておりますが、楽しみにしておいてください。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。よいしょ。これにてパイナップルに住んでいるスポンジボブ来た。ほな。